このタイトルはオーディオブック用に AI 生成された合成音声で朗読されています。前書き、49日制度の死後こと、キューピッド業務を終えた主人公牧清太郎は、三つ目の死後こと、人を死へと誘う死神の死後ことをすることになる。ローブを目深に覆った女子高生の身勝手な死生観に清太郎は彼女と衝突。そんな中、清太郎の初死神業務の死後ことのターゲットとなったのは、人の死について死後の世界の視点から考える思考時死後とシリーズの第3弾。第1章、死ぬことは怖いことなの？なんとか名前を認識してもらったところで、おじいさん社長は帳場にある黒電話をジーコジーコしてどこかに電話をかけた。あ、うん、そう、来とる。なかなかの子じゃ。電話を切り終え、それからすぐに社長室のドアがノックされる音がして、入ってきたのはフードを目深に覆った髪の長い女の子だった。この人がそうなの？幼さが残る舌足らずな話し方で、女の子が俺を指さした。そうじゃ、名前はマキという。そうじゃ、面倒見てやってくれ。ふーん、マキ。ねえ、女の子がフードを脱いで俺を凝視した。なんかマキっぽくないね。流星っぽい。わかんないけど、マキは名字だからと俺は苦笑いで訂正した。じゃあ下の名前はなんて言うの？清太郎だよ。清太郎。そう、清太郎。女の子はうーんと顎に手を当てて考え、それからしばらくして、なら清太って呼ぶことにする。なんともぬくもりのあるあだ名で、俺はまた苦笑いした。女の子に連れられて社長室を出て、エレベーターの中で俺は女の子の名前を聞いた。名前、そうだねと、また顎に手を当て考えている。名前は考えるものなのだろうか。この世界ではクリスピーのクリスって呼んで、クリスピーのなんとも変わった名前だった。セーターはさあとクリスが上目遣いで聞いた。死神に対してどんなイメージがある？死神に対してのイメージはやはり怖いものかな。怖い。そう、怖いもの。死神は人を死へと誘うものだからね。でもそれって死神が怖いんじゃなくて死が怖いんじゃないの？言われてみればそうかもしれない。でも死神がいなければ死もないだろう。死ぬことは怖いことなの？死ぬことは怖いものだと思っていた。でも実際死んでみるとそうでもないのかもしれない。私もそう思うな。クリスは自分のことを私と言った。死なないことの方がずっと怖いと思う。この世界みたいに。そう言ったクリスの顔はフードに隠れて見えなかったけど、少しこわばっているように見えた。気のせいかもしれない。死後こと始めということで、例のごとく俺は死工事道具を調達するべくクリスに連れられておどろおどろしい店にやってきた。外観はまるで真実の口の表面のようにゴツゴツとしていて、看板にはデカデカとデスパーレートと書かれていた。死を意味するデスと絶望的を意味するデスパレートがかかっているのだろう。ここには死神業務に必要なアイテムが集まってるの？最近ではファッションとして若者にも人気のお店なんだ。クリスの言う通り、店内には好きな人は好きそうなグッズが所狭しと飾ってあった。ドクロ型のアロマキャンドル、偉人のデスマスク。中でも度肝を抜かれたのは、人の上半身の形したショルダーバッグで、肩掛け紐のところは人の手と手を合わせて作られていて、肩にかけるとまるで上半身だけの人が右肩から左腰にかけてぶら下がっているように見える。こんなおどろおどろしい店内でクリスは一着のローブを手に取った。まずこれが制服。死神は基本的に黒を基調としたローブを身にまとわなきゃいけないの？ワンポイントまでなら OK だけど、ほらあそこにあると、クリスが指を指した。あのストライプとかチェック柄はダメ。意外と真面目というか、別にそんなこと気にしなくてもいいんじゃないかと思った。でもこれは死後の世界特有のイメージを重んじるがゆえの最低限のルールなのだろう。これがいいんじゃないかな。ほら合わせてみて。クリスから手渡されたローブを言われるがまま着てみた。ローブはビジネスホテルにあったフードのないバスローブくらいしか着たことがなかったけど、なるほど、こういうものなのか。ローブどうかな？クリスは例のごとく顎に手を当ててとうなった。もう気持ち、フードが深い方がいいかな。そうか、パーカーのフードに比べたらこれでも結構深い。目が見えるか見えないかくらいが理想の大きさなんだよ。暗闇で目がギラリと光るのがいいの？それは目をくり抜いて、あと銀紙を貼らないと無理じゃないか。それはあと、とりあえずそれ脱いでこっち着てみて。マジかと思った。本当に目をくり抜いて銀紙を貼らなきゃいけないのだろうか。いくら生まれ変わるまでの入れ物とはいえ、さすがに目をえぐり取るのは、この方がいいね。クリスに言われたのを着て旧大店をもらい、次に鎌を選ぶことになった。そもそも鎌を使ってどう人を死へと誘うんだ？それは買い物が済んでから説明する。そう言ってクリスが選んだのは、見たこともないくらい大きな歯がある鎌だった。ちょっとマサカリみたいに担いでみて。マサカリみたいにってわかるもんか。金太郎じゃあるまいし、マサカリなんか担いだことがない。いいから、ほらこうやってとクリスに手取り足取り教えてもらい、なんとか鎌を担いでみせると、
クリスは今度は満足そうにうんうんうなずいて、これにしよう、これがいい。それから最後にクリスはなぜか化粧品売り場のところに俺を連れてきた。どのファンデーションも血色が悪いものばかりの中からなぜかカラーコンタクトレンズの置いてある棚の前でクリスは片手を伸ばしながらぴょんぴょんと跳ねた。どれかな、あの右端のやつ、お願い。はいよ。手を伸ばしてご所望のものを取ってやると、ローブの入ったカゴにそれも入れ、カゴに入らなかった鎌と一緒にレジに持って行ってお会計。俺たちは不気味な店を後にした。第2章を認められるのって誰でも嬉しいでしょ。買い物を済ませると会社に戻り、クリスは俺を薄暗い資料室みたいなところに連れてきた。とりあえずここでさっき買った制服に着替えて、あ、カラコンも忘れずにね。言われた通りにローブを着て、それから薄暗い中、なんとかカラコンを入れ終えたタイミングでクリスが入ってきて、部屋の電気をつけた。つくのかよ。うん、なかなかいいじゃん。悪くないよ。死神っぽい。これはこれで褒め言葉なのだろうけど、なかなかどうして、少しも嬉しくない。それで、具体的には、何をどうして人を死へと誘うんだ。また下界に降りて、この鎌で、首をちょんかしたらとか、そういう感じか。その鎌は使わないよ。そういえば、クリスは鎌を持っていない。イメージ維持のための小道具ってところかな。だったら、どうやって、クリスが部屋の電気を消した。行けばわかるよ。そう言って、部屋を出た。例のごとく、エレベーターに乗り、やっぱりだ。下と書かれたボタンを見つけた。下界って死後初めて。クリスが下のボタンを押しながら聞いた。いいや、キューピッド会社で研修受けてる。キューピッド、あそこね。実は私も以前キューピッド会社に勤めていたんだよ。極端だと思った。なんでまた愛を与える死後ことから死へ誘う死後ことに。まあ簡単に言えば楽だから。楽、そう、楽。ほら弓矢ってあれで結構難しいじゃん。それにリア充ってなんか腹立たない。別にいいんじゃないか。誰が誰と付き合ってどうなろうが、それはそうなんだけど、なんていうか彼氏彼女がいるってだけで自分は偉いみたいな顔してるのが気に入らないんだよね。自分の手柄でもないのにさ、誰のおかげで付き合えてるんだって話。まあこんなシステムになってるって知ったら無駄なものにも思えてくるよな。その点死神はいいよ。体力的に楽だし、ターゲットは自分が死ぬ間際になると奇跡とか神とかそういうものにすがるの。つまりは私たちのような死後の世界の人間の存在を認めてくれるってわけ。認められるのって誰でも嬉しいでしょ。私はそこにやりがいを持ったの。給料もいいしね。 G とは違ってクリスは現実主義なのかもしれない。ロマンを求めるあまり頭の中がお花畑な人間より、俺はどっちかというと現実主義で社会を斜に見て生きてきた。そういう意味ではこれから行う死神業務は俺に向いているのかもしれない。第三章なんてことをするんだ。扉が開いたそこは下界の空の上ではなくフロントだった。それも高級そうなホテルのフロントで、自動販売機でビールを買う未成年の旅行者やお菓子を持って走り回る子供、それを離れた席で見ているのかいないのか、母親らしき塊がお茶を飲みながら談笑している風景だった。周りからは見えてないんだよな。当然よ。それともセーターは生前に死んだ人が見えてた。いいや、それだけわかればいい。それにしてもなんて汚い世界なんだろうと思った。空気も汚い、人もクズばかりで、こんな世界のどこに希望を持って生まれ変わればいいのだろうか。いろいろと考えてしまう。死後の世界の方がまだマシかもしれない。でもそれを決めるのは俺じゃない。俺には選択肢はない。生まれ変わる他にはないのだ。とりあえずまずは私の死後ことを見て、それで勉強してね、と言ってクリスは歩き出し、俺も後に続いた。クリスは人がいようとお構いなしに歩いていき、クリスの体は前から歩いてくる人の体をすり抜けた。人をすり抜ける感覚は何とも気持ちの悪いもので、すり抜ける瞬間にその人の体の中が見える。それにしてもなんか死神にすり抜けられるのって縁起悪いよな。縁起どころじゃないよ。具合も悪くなる。具合も生前風邪ひいたり熱出たりすることあるでしょ。あれは私たち死神が通り抜けてるからなんだよ。旅先で体調を崩しやすいのもホテルのエレベーターを死神が使ってるからなんだ。ホテルは何かとアクセスがいいからね。ということは何か、俺たちがしんどい思いをしていたのはこいつら死神のせいなんという皮肉。ということはキューピッド業務で人をすり抜けても同じことが起こるんですか。それはないと思う。だってキューピッドは死神じゃないもん。言ってる意味がわからないんだけど、キューピッドには人に愛を与える権限しかないってこと。だからその存在も当然人に愛を与えるためだけのものでしょ。まあキューピッドは基本空中だから人をすり抜けることは滅多にないんだけど、そうだね、恋熱にでも侵されるんじゃないかな。その点死神は人を死へと誘うためだけに存在するから、すり抜けるとそうなるのか。あとねと言ってクリスはホテルのガードマンらしきおじさんの耳元に手を添えて口を近づけた。
こうやって囁いたりしても病気になるよ。私の力だとせいぜいもう一血くらいだろうけど、ベテランの死神になると心不全だって起こせるよ。バカ、なんてことをするんだ。俺は半ば乱暴にクリスの腕を掴んだ。ちょ、痛いんだけど。痛くしてるんだ。君は人の命を何だと思ってるんだ。何？説教。ああ、わかった。こいつは俺よりも若くて、生前で言えば女子高生くらいでチャラチャラとしている生意気な女の子なんだ。せっかく実演して見せてあげたのに、あのおじさんはリストにはない人だろ。思考時とは関係ない。だから何？私は自分の死後ことを全うしてるだけじゃん。それに人はどうせ死ぬんだよ。早いか遅いかだけでさ。それの何が悪いの？お前だって元はこの世界にいた人間だろ。だったらそれくらいのことはわかるだろ。何が？死ぬことの怖さがだよ。周りからは俺たちの姿も言い争いも見えない聞こえないはずなのに、なぜか公衆の面前で情けないことをしたような気持ちになった。ごめん。私もよく考えたらこれは死後ことなんだ。この死後ことは必要なことだし、それをすることで死神であるクリスの存在証明になる。つまりさっきのクリスの行動を否定することはクリスの死後ことを否定し、クリスそのものも否定することになる。これが正しいことかなんてわからない。でもそれは生前も同じで、正しいこと間違っていることなんか誰にもわからない。第四証人は生だけを受けて生きることはできないでしょ。クリスには謝ったものの、気まずい空気は二人の歩幅の距離が示していて、会話も無言。クリスは相変わらず人をすり抜けていくし、俺は俺で意見を曲げず人を避けて歩いた。そうしてクリスがやってきたのは病院。それも誰でも一度は耳にしたことがある有名な大学病院だった。クリスは病院の建物に体半分すり抜けて、やっと俺の方を振り返った。こっちだよ。あ、うん。ぎこちない返事をして建物をすり抜けると廊下に出た。それから階段を上がり、個室の病室のドアをすり抜け、クリスは一人の患者の前で立ち止まった。その患者はおじいさん。ガリガリに痩せ細った腕には点滴の管がしてあって、起きているのかどうかすらわからない。その周りに奥さんらしきおばあさんと娘らしい中年の女性が一人、仕事終わりに駆けつけたらしいスーツ姿の男性が一人、病室の床にしゃがみ込んで車のおもちゃで遊ぶ子供が一人いた。この人が思考時のターゲットだよ。今から実演してみせるからよく見てて、とクリスが言って、俺は鎌を持つ手を固くした。いよいよこの人を死後の世界へ送る。でも一体どうやって？そう思ってクリスを観察して5分は経っただろうか。クリスは病人の枕元にあぐらをかいたまま何もしない。いや、あくびを一つした。何か呪文を唱えたり座禅を組んで集中力を高めているわけでもない。鎌も使わない、というか持っていない。クリス、耐えられなくなって俺はクリスに声をかけた。クリスは何？と間の抜けた声で返した。まだやらないのか？いや、もうやってるよ。やってる。そう言われて改めてクリスを観察するけど、何も変わっていない。ただあぐらをかいて座っているだけ。まさかそばに座っているだけで死後の世界に送れるのか？そうだよ。なんともあっけらかんとしたそうだよに、俺は思わず腰を抜かしそうになった。そんな簡単なことで人は死ぬのか？基本的にはターゲットの体の上に座るだけだよ。でも座れる箇所はそれぞれ決まってて、足元に近ければ近いほど助かる確率が高くて、頭に近ければ近いほど死後ことが成功。つまりはターゲットを死後の世界に送れる確率が高くなるよ。つまりこのおじいさんの枕元にクリスが座れているということは、このおじいさんが助かる確率はほとんどないということだろう。そもそも人間の寿命は120年って決まってるの？これは日本全土で共通してることだよ。セーターも生まれた時から寿命は120年あったってことになるね。でも平均寿命はだいたい80歳くらいだろ。正確には83、98歳だけどね。どうして40年近くも誤差が出るんだ？それは人が常に死と向き合ってるからだよ。死と向き合ってる？人は生だけを受けて生きることはできないでしょ？そうか、食だ。人は命をもらって生きている。つまりは死を体に取り入れて生に還元しているのだ。でも体に取り入れた死が生に変わる機能みたいなものがあらかじめ人間の中にあって、またそれが機械仕掛けで年を取るにつれて壊れていくとしたら、行き場のない死は死として体に蓄積される。それが寿命。そんな死で蓄積された体にすり抜けただけで風邪をひかせる存在の死神が座るとどうなるか容易に想像できる。なら事故死や自殺なんかはどうなんだ？それはまた別の死後こと。こんなことを聞くってことは、まだセーターはその死後ことをしてないんだろうから詳しくは言えないけど、祝運ってことかな。祝運、つまり前世から備わっている運の坂。死後の世界の天国と地獄の人口を循環させる死後ことが循環症なら、死神業務は下界の循環症支部署みたいなものだろうか。
それから何時間が経っただろう。クリスは座ったまま今にも寝そうな勢い。睡眠の必要がない死後の世界だから、眠気なんて起こらないから変だと思ったけど、よく考えると、ここは下界だし、これだけすることがないと、睡眠を取るためではなく、暇を潰すために眠くなるものなのかもしれない。しかし、周りにいる家族は、休まる余裕は持っていないようだった。おじいさんの足をさすってあげたり、いろいろ声をかけたりしながら、半ば諦めたゆえに湧き起こる悲しみに暮れている。俺は、この光景に覚えがある。俺のじいさんの最後が、こんな感じだった。じいさんとのいい思い出は、正直言ってあまりない。むしろ、良くない思い出の方が多かった。じいさんは、酒が大好きな人だった。タバコも大好きで、俺が物心ついた頃から、家にはほとんどおらず、外に飲み歩く毎日だった。公園に連れて行ってもらったことが、一度か二度あった。酒を買うついでにと、俺の手を引いて、自販機でジュースを買ってくれたこともあった。俺が成人してからは、じいさんの行きつけの飲み屋に連れて行ってもらったこともあった。思い出せるのは、本当にこれっぽっちで、それ以外は優しい言葉をかけてもらったこともなければ、叱ってくれたこともなかった。そんなじいさんが、なんで今まさに死のうとしている時、周りがみんな鼻をすする中、一人冷静でいた。冷静でいる自分が冷酷だと責めた。そして、じいさんが死んだ時、みんなが泣いている中、涙も流せない俺は、本当に情けなく、極悪非道な人間だと思った。悲しくないわけじゃない。でも、どんなに思い出を探ってみても、涙は一筋も流れなかった。だから、俺はこのおじいさんがとても羨ましく思えた。そして、周りにいて悲しんでいる人たちを、妬ましく思った。もうそろそろかな、とクリスが言ったことでわっと我に返り、クリスを見ると、クリスの目が赤く光り出した。これってさっき買ったコンタクトの力なのか。うん、これをつけて、近くにもうすぐ死ぬ人がいると、赤く光って、知らせてくれるんだよ。全く、どういう原理なのだろうか。便利といえば便利だけど、走行しているうちに、おじいさんの体も赤く光り出した。そのことに、周りは気づいていないことから、おじいさんが赤く光ったのは、もうすぐ死ぬという合図なんだということが推測できる。電子モニターが鳴り響く。お医者さんがゆっくり入ってくる。周りがおじいちゃん、頑張って、と声をかける。おじいさんの体から、長方形の髪がスーッと抜けていく。そして、それをクリスが手で受け取ると、光が消えた。電子音がピーッと病室に鳴り響いた。ご臨終です。医者の一言に、周りがわっと泣き出した。第五章俺たちは友達だ。会社に戻ると、クリスは、早速ターゲットのおじいさんの体から抜け出た髪を取り出して、それを投票箱のようなところに入れた。これは、魂の誤殺。わかりやすく言えば、人の命をフリーズドライにして、持ち運べるようにした状態ってところかな。これを循環省に提出して、循環省が、この誤殺を回答。そうやって、私たちは実体化できてるってわけ。どうも俺はここ最近、違和感を感じている。誤殺にすることもそうだけど、それを回答することなんかできるのか？どういう仕組みで、そんなことができるんだよ。おそらく、キューピッド業務あたりからだけど、死後の世界が、どんどんファンタジーっぽく思えてくる。いや、そもそもは、ファンタジーのように、魔法が使える世界を想像していたから、むしろ現実的なことに、表紙抜けをしたものだ。しかし、抜けた表紙に、お詫びとしてなのか、表紙が復活しているから、また余計に違和感を感じてしまう。仕組みについては、よく知らない。でも、そんなこと生前だって、いろいろあったでしょ？なぜ風は吹くのか、なぜ海があるのかとか、そんなことネットかなんかで調べればわかることだけど、調べない、だから知らない、それだけだよ。なるほど、きっと論理的に説明できる仕組みにはなっているのかもしれない。どうして人の命を誤殺にできるのか、どうしてそれを回答できるのか、そして赤く光るコンタクトもきっと、でもその仕組みをクリスは知らない、ただそれだけなのだ。その理由は、きっと知らなくても、別に困らないことだからだ。あ、クリスピーノさんと、社員らしき男がクリスに話しかけてきた。社長がお呼びですよ、社長が。新人くんなら来てるけど、なんでまた、さあ、僕には何とも何かやらかしたんですか。だがしくすねたくらいしかないよ。でも、そんなことで社長が呼びますかね。いや、呼ばないと思う。社員の男は、クリスよりも、俺よりも年上に見える。しかし、この敬語とタメ口の関係、送別会の準備しておきますね。やめてよ、縁起悪い。社員の男は、クリスと俺に会釈をして、去っていった。というわけだから、行くよ。なあ、クリス、お前って、結構偉いの、偉い。それはどういう意味の？役職だよ。あの男、俺たちよりも明らかに年上だろ。それなのに敬語って。ああ、まあね、部下だし。部下？そう、部下。私一応部長だし、年功序列がいいとは言わないけど、さすがに実力主義でも、女子高生に敬語を使う、3、40代くらいの男の側、斬新というか、ということは、俺も敬語使った方が良かったのか？いや、別にいいよ。7日間の付き合いだし、それに、私敬語って嫌いなの？歳とか役職が上なだけで、人を敬うって変じゃない？
敬うべき人っていうのは、敬う理由、例えばご飯をご馳走になったとか、何か買ってもらったとか、そういうのがあってこそだと思うわけよ。私としてはセーターとは対等でいたいなっていうかと、クリスが急に立ち止まって下を向いた。私がガードマンに囁いた時、セーター怒って言い合いになったでしょ。ああいうの私いいなって思ったんだ。生前の私って女子高生だったんだけど、周りの友達みんな陰で悪口言い合うばっかりで、そういうの嫌いだったんだ。言いたいことはやっぱり面と向かって言う方がいいよね。それで喧嘩して、それでも普通に付き合っていく関係、そういう友達みたいなのに憧れてたんだよね。だからセーターにはそのままでいてほしいなって、友達とまでは言わないけどさ。ああいいよ、クリスが振り返った。俺もそういう関係でいられる友達は生前も死後もいなかった。でも欲しいとは思っていた。顔色とか上下関係とか罪悪感とか、そういうの抜きで対等に付き合える友達がさ。だから俺たちは友達だ。まあ俺は生まれ変わっちゃうけどさ。そうだな、次生まれ変わって死ぬ時はクリスに誘ってもらいたいな。その時はジジイになってるかもしれないし、ババアになってるかもしれないけど、またこの世界で再会して一緒に酒でも飲みたいなって。未成年だったなお前。大丈夫だよ、とクリスが満面の笑みで言った。この世界では赤ちゃんも哺乳瓶でお酒が飲める世界なんだよ。まあ私はすぐ酔っちゃうんだけどね。酔ったらどうなるんだ？殴ったり蹴ったりはよくあるよ。ベロンベロンの時は鎌で体ぐしゃっとしちゃうこともあるけど、この世界の酒乱は下手すると地獄よりも恐ろしいのかもしれない。ああ今露骨に嫌な顔したでしょ。するだろ普通。でも死なないんだよ。この世界では死ななくても痛いだろ。死ぬほどの痛みで死ねないって地獄だろ。そういえば、とクリスが俺の右頬を指でなぞった。冷たい、まるで血が通っていないように冷たかった。この右目どうしたの？地獄でちょっとな。第6章最低。社長室のドアをクリスはノックをせずに開けると、相変わらずの駄菓子屋の内装の社長室で帳場に座ったおじいさん社長がお茶をすすっていた。読んだ？そういえばクリスは俺とここで会った時から社長に敬語を使っていない。クリスの敬語を使う条件があれだということは、クリスは社長を敬っていないということになる。はて、読んだかの？顎をスリスリとさすりながらとぼけているのか。社長はポカンと宙を見上げた。並木から聞いたよ、社長が私を呼んでるって。ああそうじゃったそうじゃった。ほっほ、年は取りたくないもんじゃな。安心しろ、もうそれ以上は取らないから。社長が帳場の上にあった一枚の紙をクリスに差し出した。次の死後こと牧君にやらせてみなさい。そのつもりだけど、なんで社長自らなの？クリスが紙を受け取り、それから肩が震え出した。社長、これマジマジじゃ、頼むからこれ私にやらせてくれないかな。無理じゃ、これは牧君のためじゃ、俺のためだから言ってるんだよ。この死後ことだけはセーターにさせられない。それがわからないのか？クリスは後ろを向いていてもわかるくらい怒りの感情、そしてあの間抜けそうな社長も見たことがないくらいの真面目な顔をしている。一体何のことを話しているんだろうか。終始聞いているけどわからない。とにかく任せたぞ。社長がそう言ってお茶をすすろうとすると、クリスが社長に殴りかかる勢いで詰め寄った。最低。その剣幕は凄まじく離れたところから見ていたにもかかわらず腰を抜かしそうになったほどだった。クリスはそれを捨て台詞にドアを勢いよく閉めて社長室を出て行き、慌てて俺はクリスの後を追った。どうしたんだよ？まあクリスは何も言わずエレベーターに乗り込んだ。あんなに怒って一体その紙には何が書かれていたんだよ。クリスから紙を取ろうとすると、クリスはそれを固くなに渡そうとしなかった。クリス、ああ。クリスがエレベーターを足の裏で思いっきり蹴った。ドーンという音が響き、しかしエレベーターは何事もなかったかのように気まずい俺たちを下へ下へと運んでいく。ごめん、行けばわかるから。行けばわかったからって何だって言うんだよ。またクリスがエレベーターを蹴った。今度は何度も蹴った。クリス、やめろって。これはセーターの分だ。セーターの？俺の？だったらなおさらやめてくれよ。俺はそんなこと望んでない。今はそうでも望みたくなる。自分を見失うかもしれない。だから私は蹴るんだ。私が蹴って蹴って蹴って。クリスがエレベーターを蹴るのをやめてその場にしゃがみ込んだ。大丈夫か？私が蹴った。セーターの分まで私が蹴った。蹴っても蹴り足りないけどできるだけ蹴った。だからセーター、そう言ってクリスは今にも泣きそうな顔で俺を見た。約束して、決して自分を見失わないで。この先何があっても絶対。エレベーターは下階に着いた。そして扉の先にはなぜか見慣れた懐かしいホテル。クリスは歩いていく。俺もそれについて歩く。しかしクリスが前でも俺が前でもいいような気がした。というのもこのクリスの歩く道順に俺は記憶がある。
それも記憶として刻んでいたというよりは本能的に刻み込まれているその道順、それが基礎本能だと気づいた時、俺は実家の玄関の前に立っていた。まさか、そう思って玄関のドアを開けず、すり抜けて走った。廊下を抜け、台所を通り、居間に来て立ち止まった。立ち尽くした。布団を敷いて、誰かが寝ている。女性やおばあさん、それも見覚えのある顔の面影をした。痩せ細った白髪混じりで、弱々しいおばあさんが、一人寝ていた。それが自分も母親であることを悟るには、あまりにも時間がかかりすぎた。それだけ、昔の面影が薄いほどに、母親は弱っていた。そして、後から来たクリスを見た。クリスの持っている紙を手に取り、俺の死神業務初施行時のターゲットが、自分の母親で間違いないことを確かめた。クリスありがとう。俺のために、怒ってくれて。クリスは礼を言わずに、ただ黙って、俺の肩に両手を乗せた。第7章大丈夫、大丈夫。母親がこうなった理由は、きっと俺にある。そう思えば思うほど、この弱々しい母の姿が胸を刺した。俺は、なんて親不孝者なんだろう。そして、そんな親不孝な俺が、一体どんな顔して、これから母の体の上に、あぐらをかいて座れるというのか、私が変わろうか？別にいいんだよ。私だって、自分の身内を、ターゲットに思考時なんてしたことないし、そもそもそういう場合は、外されるのが普通なんだけど、と、クリスが申し訳なさそうな顔で言った。しかし、それでもあの社長は俺を選んだ。選んだからには、何か理由があるからで、その理由が何かわからない以上、やらないという選択肢もあるにはあるけど、俺はそっちを選びたくなかった。理由がわからないなら、やって理由を見つければいい。少なくとも死んでから俺はそうやって生きてきた。大丈夫だ。俺がやる。というか、俺にしかできないんじゃないかとも思う。食材とでも言うのかな。それに、クリスをこれ以上怒らせてはいけない。俺は覚悟を決めて、母の体の上に座った。座れた位置は、随分頭の近くだった。これは、もう助かる見込みがないことを示すもので、そのことは、母が病院の病室ではなく、自宅の居間で寝ていることからもはっきりとしていた。なあ、クリス、母の病名とかってわからないのか？ごめん、わからない。病名とかって、私たち死神からすると、必要のない情報だからね。必要のない。死因なんか、実際どうでもいいんだよ。心不全だろうが、くも膜下出血だろうが、死ぬことには変わりないからね。私たち死神は、ただ人を死に導くために存在してる。いわば、死後の世界への運び屋ってところかな。タクシーの運転手が、乗客がこれから先行くところで、どんな人と会って、何を食べるかなんて知る必要はないでしょ？そう淡々と答えて、クリスはまた申し訳なさそうな顔をした。でも、セーターからすると、知りたいよね、ごめんね。いいや、いいんだ。気にしないでくれ。俺は努めて笑顔で言った。母の体に乗って、30分ほど経った時、玄関が開いて、父が居間に入ってきた。ちょっと見ない間に随分と老けていて、髪の毛も白髪混じりになり、少し髪が薄くなってきたかなって印象の父は、スーパーの袋から、ミネラルウォーターを取り出し、それを水飲みに震える手で、不器用に注いだ。母さん、水飲むか？父が、血管の浮き出た、弱々しい両手で、母の骨張った背中を起こし、口元に水飲みを持っていく。母は、口に少し水を含んで、それからもういいですと、ろうそくの火も消せそうにないくらい、弱々しく言って、再び横になった。父は、そばに座って、スーパーの袋からみかんゼリー、茶碗蒸し、スポーツドリンク、パックのお粥を取り出した。それらをいろいろ見比べ、みかんゼリーを持って立ち上がり、台所の冷蔵庫にしまった。そして戻ってきて、茶碗蒸しも手に、冷蔵庫にしまった。それからまた戻ってきて、スポーツドリンクを手に、台所の冷蔵庫をちらりと見やり、一時の間を置いて、スーパーの袋に戻した。お粥は迷わず袋に戻した。父は、男子厨房に立たずの九州男児だった。気難しい性格で、曲がったことが大嫌いな厳しい父親だった。対する母は、基本的には優しかった。父に叱られた時、慰めてくれるのは、いつも母だった。家は、決して裕福とは言えなかったけど、自分を犠牲にしてまで、俺に何不自由ない生活をさせてくれた。ただし、2点、人に迷惑をかけてはいけない。一度やると決めたことは、最後まで責任持ってやる。この2点に関しては、母は厳しかった。例えば、ファミレスや電車の中ではしゃぎ回ったりすると、ものすごく怒られた。俺がやりたいと言って始めたスイミングスクールを休みたいと言った時には、泣きじゃくろうが構わず、引きずってまで連れて行かれた。おとなしくしていると、頭を撫でてくれた。50メートルを泳げるようになった時には、ご褒美を買ってくれた。そんな母が、俺は大好きだったし、大人になってからは尊敬していた。父が、布団から母の足を出して、揉み始めた。その足は、ゴツゴツとしていて、見ているだけでも硬そうだった。この足が俺を背負い、俺のために走り回って、硬くなったのだと思うと、涙が出そうになった。しかし、ダメだ。母が言っていた一度、やると決めたことは、最後まで責任持ってやるだ。
こんなところで泣いてなんかいられない。俺はこの仕事を最後までやると決めた。決めたからには、たとえどんなことがあっても責任を持ってやる。母の息が穏やかになってきた。落ち着いてきたのか、浅い呼吸になってきた。すると父が母に声をかけた。大丈夫、大丈夫。俺はこの大丈夫の意味が一体何のことなのか考えを巡らせていると、母の体に赤い光が当たった。まさかと思い、顔の前に手をかざすと手が赤く染まった。俺の目が光っている。光っているということは、大丈夫、大丈夫。父は何度も何度もその言葉を繰り返した。父の手の中には母の手がある。その手は優しく包み込むような握り方で、最大限の父の母に対する愛情が込められていた。父にも分かっているのだ、母がもうすぐだということに。でも頑張れでもなく、ありがとうでもない。父は呼びかける。大丈夫、大丈夫と父は自分に言い聞かせているのだろうかとも思った。でも俺がもし母に声をかけてあげるとしたら、どんな言葉が浮かぶだろうと考えた時、答えは見つからなかった。頑張らなくていいかと言って、ありがとうなんてまだ頑張っている人に対して言うことでもない。そのどっちでもなく、どっちでもある大丈夫なんじゃないかと気づいた時、俺も一緒に母の手を握りたくなった。しかし伸ばした手はすり抜ける。何度も何度も無情にすり抜けるだけ。もう触れることのできない母の手、母の愛情。死んだことをこれほど後悔したことはない。このぶつけようのないものを何かにぶつけようにも、俺は約束をしたのだ。クリスに自分を見失わないと約束をした。目を背けることもできない。母の一体一度やると決めたことは、最後まで責任持ってやるを守るため。母の息が、呼吸が止まった。父が母の手をゆっくりと布団の中に戻したタイミングで、俺は魂の誤殺をしっかりと受け取った。そして俺は母に一言、ごめんなさい、母の生きた証をこんな形にしてしまって、ごめんなさい。いろんな思いを乗せて、最後にごめんなさい。第8章、残内死後ことでした。会社に戻り、母を投票箱のような箱に入れ、社長に地工事の納品が終わったことを報告すると、社長はご苦労様と言ってお茶をすすった。で、どうだったかの。この死後ことはどうだったかということは、研修は終わりですか。俺の問いには答えず、社長はまたお茶をすすった。正直残内死後ことでした。ほう、残内か。ええ、残内です。ただそれは人を死に追いやることがじゃなくて、大事な人の死を前に、その手に触れることも声をかけてあげることもできないことがです。正直答えました。社長はうんうんとうなずいて、またお茶をすすった。頭を下げて社長室を出た。ドアの外にはバインダーを持った女性、中島さんがいた。お勤めご苦労様でした。次の死後ことが控えています。行きましょうか。中島さん、5分だけ時間もらえませんか。中島さんは少しの間を置いて、車で待っていますと言って、エレベーターの方へヒールをコツコツ鳴らしながら歩いていった。お別れなんだねと、クリスの方から口を開いた。ああ、お別れだ。もう一生会うことはないと思う。そうだったね。研修を受けるってことは、生まれ変わりをするんだもんね。ミスでもしたら別だけど、まあセーターにはそれはないと思う。だって、セーターはあんなに大変な死後ことをこなしたんだもん。あんな経験、そうそうないし、この先どんなことがあっても、セーターなら大丈夫だよ。そうだといいけど、俺はこんな時でも苦笑いで、でも、どうしてもクリスに言っておきたいことがあることを思い出し、無意識に真剣な表情になった。クリス、約束してほしいことがあるんだ。約束。何？クリスが死神という死後ことに誇りを持っていることは知ってる。でもそれは完璧に死工事をこなす使命感みたいなものじゃないかと俺は思うんだ。今回この死後ことをやってみて思ったんだけど、人の死っていうのは自分には関係ない人の死であっても、他の人から見ればとても重要な死でもあるんだ。人が死ぬのはその人が生き抜いた証でもあるんだよ。だからそのことだけは忘れないでほしい。一人一人のために涙を流せとは言わない。でもそういう死なんだってことは忘れないでほしい。クリスは俺の話を聞いて、わかった、約束すると言った。じゃあ私からも一つ約束して。なんだ。セーターが生まれ変わって死んで、またこの世界で再会することがあったら、私のことを忘れてても、また友達になって。ああ、本能に刻んでおくよ。約束だよ。絶対、絶対、た、向かったからね。ああ、絶対、絶対、た、向かに忘れない。俺たちは指切りをした。触れられない母には何もできなかった。でも、触れられる友のためには何かできるはずだ。会社を出ると、蝶の羽のように開く、ドアの赤い車の前で、中島さんが待っていた。終わりましたか？ええ、まあ、車に乗り込み、ドアを閉めた。中島さんも車に乗り込み、ドアを閉め、車を発進させた。見ていましたよ。中島さんが前を向いたまま言った。あなたの死後こと、立派だったと思います。そんな褒められたものじゃありません。全部俺が招いたことですから。
でも、なかなかできることじゃないと思います。それは私が母親というものが、どれだけ偉大で、尊いものであるかを分かっているからこそ、立派だと思えるんです。あなたもそうでしょう。あなたも分かっているからこそ、死後ことに真摯に向き合えた。違いますか？そうかもしれませんね。ここの総外の景色は退屈だ。周りが全部白い壁に囲われていて、まるで箱詰めされたような圧迫感を感じる。そんな世界でも、人の死を思うことができる。ここでまた会えるという喜び半分と、もう二度と過ぎていく年月の中で見出す幸せの貴重さを感じられない寂しさ半分と、永遠じゃないから、貴重なんだ。それは、後にも先にも、あの世界でしか感じることはできないんだ。で、今度のこの車は、なんて言うんですか？ GTO です。二日前に買いました。僕、ずっと気になっていたんですけど、中島さんって金持ちですよね。循環賞って、給料いいんですか？他と比べたことがないので、何とも言えませんが、まあ、プロ野球選手の年俸くらいの月収はありますかね。これだけのお金を稼いでいても、中島さんの顔はいつも冷たい。それだけ貴重な世界を、俺は自ら捨てたのだと思うと、生まれ変わったら必死に生きよう。たとえどんな境遇にあっても、必死に生きて、たまに訪れる小さな幸せに笑えるような一生を終えよう。そう、心に決めた。第9章、これ、まさか富士山ですか？ GTO に乗ってから、一体どれだけの時間が経っただろうか？目的地には、一向に着かない。一体どこまで行くんですか？答えは知っている。お答えできません。規則ですので、でしょうね。聞いて損しました。なら、どうしてそんな無駄なことを聞くんです？バカなんですか？暇なんですよ。もうかれこれ2時間は走っている気がする。景色は都会から徐々に田舎町へと変わり、見渡す限りのレンコン畑の中を走っている。もう寝てていいですか？睡魔がないのにですか？ないけど、暇を潰すにはちょうどいいんですよ。シートを倒し、両手を頭の後ろに置いて、目を閉じた。睡魔が来なくても眠ることはできる。しかし、体がいきなり前方に飛んだ。慌てて体を起こすと、GTO が止まっていた。寝れるもんなら、どうぞ寝てください。しかし、この先、少々動が悪くなるので、思いがけず急ブレーキを踏むことがありますが、眠ることも許されないということだけは分かった。GTO はその後、舗装されていない山道を登り、体が揺れた。そもそも、この世界に、こんな山々や大自然があったなんて、全くの予想外で、しかし、これが生前だとして、本当に予想外なのは、さっきまでいた高層ビルの並ぶ街や、この車の方だ、麻痺している。いろんなことに、GTO が、山道の途中にある茶屋のような、土産物屋のような建物の前で止まった。着きました。車から降りると、目の前に大きな山、それもどこかで見たことがあるような形をした、大きな山が見えた。大きな山は、俺が知っている限り、一つしかない。これ、まさか富士山ですか？そうです。中島さんは、さらっと答えた。もちろん、正式名称は違います。ですが、これは、生前の富士山そっくりな山なので、みんなはこれを富士山と呼んでいます。そっくりなのは、形状だけではなく、細かい部分や、生態系も同じということが分かっています。どうしてそんなものが死後の世界に、ありえない。そう思いましたか？中島さんが、俺の心を見透かしたように言った。確かにありえませんね。到底科学では証明できないでしょう。死後の世界に自然があること、そして、こうして車が作れること、その部品は、一体どこから生まれているのか？あげれば、キリがありません。でも、これらすべてを生み出せるものがいたとしたら、それは神ってことになりますからね。神がいるってことですか？そんなこと、私が知るわ、けないじゃないですか。中島さんは冷たくそう言うと、茶屋のような土産物屋のような建物の戸を引いた。建物の中は、やっぱり土産屋のようで、富士山のポストカードや、まんじゅう、かんざしなんかも置いてあった。古い建物で、日本の古き良きを感じさせる。いらっしゃいませ。店の奥からおばさんが出てきて、帳場の前で正座をした、循環賞です。中島さんが一言そう言っても、おばさんは嫌な顔一つせず、話は聞いています。対馬は、2階にいますよと言った。中島さんはヒールを脱ぎ、俺も続いて靴を脱ぎ、はしご段を上がる中島さんについて行った。はしご段を上がった先には、襖で仕切られた部屋があり、中島さんが、襖越しに循環賞ですがと、一元声をかけると、部屋から男の声で、ああ、いるよと帰ってきた。襖を開けると、そこには、畳の上で仰向けに寝転んで、タバコを吸っている、ドテラ姿の男がいた。ドテラ姿の男の周りには、丸められた髪が散らばっていて、まるで文豪の部屋のようだ。しかし、寝タバコをしているのは、文豪とはほど遠い。金がなさそうな汚らしい身なりをした男だった。対馬さんですね。中島さんの問いに、男は、ああ、そうだ。僕が対馬だと寝たまま言った。循環賞です。この度、対馬さんが、49日制度の研修者を受け入れてくださるそうで、挨拶に伺いました。ということは、この男が、俺の世話役になるということか、ここに連れて来られた時点で、予想はしていたけど、ピンとこない。
こんなやる気のなさそうな人に、ぐうたら以外の何を学ぶというのか、イブ先生の言いつけで仕方なくなんだがと、男はやっと起き上がって、タバコの火を消した。で、彼がそうか？ええ、彼です。名前は、ありません。番号は M6232754。囚人か。そう言って、男は俺を一別した。そうは言っても、呼び方は決めなければならないだろう。そうですね。なら、津島さんの文学的センスで、彼の名前を考えてあげたらどうですか？僕には、そんなものはないよと、男が苦笑いをした。しかしまあ、生前の名前はあるだろう。君、生前の名前は？男がやっと俺をしっかりと見た。その目は、太い眉毛の下から覗く、光のない何か深い闇のようなものを抱えているような、ぼんやりとした印象のある目だった。牧です。牧清太郎。牧くんか。呼びやすくていいじゃないか。そのまま呼ぶとしよう。男が笑顔を見せた。その笑顔は、やっぱりどこかぼんやりとしていた。第10アキラ生まれ変わらなければいいんじゃないか。中島さんが GTO に乗って帰っていき、俺は畳のタバコ臭い部屋で、津島という男と二人っきりになった。この気まずさを一体どう払拭すればいいのか、何か会話の糸口でもあればいいのだけど、この部屋には何もない。津島はちゃぶ台に頬杖をつき、原稿用紙に向かっている。やはり彼は小説家か何かなのだろうか。俺がいることも構わず、ペンを走らせるその横顔、見覚えがある。でも、22歳で死んだ俺には、小説家の知り合いなんていないし、大体小説を書く人は、大半がパソコンじゃないかと思う。それこそ、大学でペンを走らせる人の横顔を見ることなんか、ほとんどなかった。にもかかわらず、はっきりと俺は、この横顔に見覚えがある。でも、どこでそれを見たのかは、はっきりと思い出せない。思い出せないけど、間違いなくこれは、生前の記憶だ。ふと、枯れ越しの窓から、大きな山が見えた。富士山だ。ここから富士山が見える。なかなかいいところですね。ため息混じりにそう言った。おあつらえ向きの富士がそんなにいいのか？と、彼が総外に目を向け言った。こんなのは、いかにも富士って感じですかない。いかにもがいいんじゃないですか。そんなもの、銭湯にでも行けば見える。絵と実物は違いますよ。生前も、同じような景色を嫌というほど見ていた時期があるけど。やっぱりすかない。死後の世界なんだから、逆さまにでもなれば気に入るかもしれないけど、逆立ちの富士ですか。俺は思わず想像して笑ってしまった。そうだ、逆立ちの富士だ。と、彼も笑った。会話のきっかけなんか、こんなものでよかった。それから、津島さんのことが、いろいろと分かってきた。津島さんの生前の職業は、小説家。でも、売れてはいなかったらしい。博打にはまり、借金は膨らみ、いろんな人に助けられて、借金を返すもまた膨らみ、そんな壮絶な人生にもかかわらず、彼はそれを他人の昔話のように語った。小説を書いているせいか、その話が、どれも面白くて、俺は聞き入ってしまった。そのうち、襖が開いて、一人の若い女の子が入ってきた。お客さん、お食事どうするの？ああ、いただくよ。二人分頼む。女の子と目が合った。女の子は俺を見るなり、顔を真っ赤にして、そっぽを向き、襖を閉め忘れ、はしご段を転がるように駆け下りていった。君もなかなか隅に置けないな。別に、色目なんか使っていませんよ。なぜか俺も照れてしまって、そう言い返した。しかし、ここは死後の世界だ。人を愛することはない。故に、あれは連情ではないのだろう。しかし、人が恋をするのは、何も子孫を残すためだけじゃないからね。同性愛がその証拠さ。つまり、この世界でも恋は芽生えるんですか？稀だけどね。僕もここに長くいるけど、初めて見た。どうするかは君の自由だ。どうもできませんよと、俺は苦笑いで言った。念が若すぎます。それに、僕はこれから生まれ変わりをするんです。生まれ変わらなければいいんじゃないか？そう言われ、俺は一瞬思考が止まった。生まれ変わりをやめる。しかし、次の瞬間には、中島さんの顔が浮かんで、いやいやダメだ。と思いとどまった。僕は、ある人を巻き添えに、この世界に来てしまったんです。その人が、生まれ変わりをしろと言うからには、言う通りにするしかありません。僕が生まれ変わることで、牧清太郎という人間は、死後の世界でも永遠にいなくなることになる。それをその人は、望んでいるんです。僕を抹消することが、こうして七つの死後ことをすることで、君に生きることにおいて、大事なことを教えようとしている。そして、生まれ変わって二度と、同じ過ちを繰り返さないようになる。でも、それは本当に君なのか？君は生まれ変わったら君じゃなくなる。つまり、君は今必死に赤の他人を作り上げているに過ぎないんだ。そんなものに、一体何の意味がある？君が本当にしなきゃいけないことは、赤の他人を作り出すことじゃない。君という人間のままで変わることじゃないのか。そうかもしれない。でも、そんなことは中島さんは望んでいない。中島さんは、俺が消えれば、それでいいと思っている。だったら、地獄で刑期を終えた後、生まれ変わりをさせればいい。
地獄にいることすらも気に入らないから、一分一秒でも、早く俺の存在を消したいのかもしれない。でも、どうもそうは思えないのだ。何やら俺を地獄から救い出してくれたような、俺にチャンスを与えてくれたようにしか思えないのだ。もし、本当にそうなら、こんな研修に一体何の意味があるのだろうか。襖が開いて、さっきの女の子が食事を運んできた。やっぱり女の子は顔をあからめていて、俺には変によそよそしい。ただ、名前は何て言うんですか？牧清太郎です。牧さん。それだけ聞いて、また、はしご段を転がるように駆け降りていった。やれやれ困ったものだ。津島さんが、苦笑いで襖を閉めた。第11章、白く塗るんですか。食事を済ませると、津島さんは、おもむろに立ち上がって、軽く伸びをしていった。さてと、そろそろ死後ことに行こうか。その言葉を聞いて、俺は戸惑った。思考時って、小説を書くことじゃないんですか。こんなもの思考時のうちに入らないさ。こんなものって、小説や絵なんてものは、娯楽だからね。それだけを、思考時にはできないんだ。放っておいても、誰かが何かを生み出す。そこに時間は関係ない。時間のない世界だからね。だから、そんなものを、思考時として認める人はいない。でも、下界には、芸術でご飯を食べている人はいっぱいいますよ。それは、ご飯を食べる手段だからだ。でも、この世界では食事は嗜好品。つまり、タバコや酒、缶コーヒーなんかと変わらない。死後での仕事、死後ことは、この世界の維持に必要なことをするということを指すんだよ。盲点だった。よく考えると、俺が今まで研修でやってきた、死後ことの、脱エバー、および、転用業務、キューピット業務、死神業務や、その道具を売っている店なんかは、みんなこの世界と下界のためにあるような死後ことばかりだった。この世界で、娯楽を楽しむことも、確かに大事かもしれない。でも、それがなくなったからといって、この世界や、下界に影響があるとは思えない。故に、それは死後ことではない。妙に論理立っている。なら、津島さんは、どんな死後ことをしているんですか？まあ、行けばわかるさ。津島さんについて、坂道を登り、トンネルをくぐった先には、倉庫があって、そこには山のように積まれた電気管があった。その山から、一つを手に取った津島さんは、ロッカーを開け、ハケを二本取り出し、その一本を俺に渡した。これって、白いペンキと、それを塗るハケだ。こんなものを持って、一体何をすれば、津島さんが、倉庫から出て、それについていくと、津島さんが、おもむろに倉庫の斜め上の方を指差した。あれを塗るんだ。津島さんの指し示した方向を見ると、そこには、見事に白い大きく高い壁があった。まさか、あの壁をですか？そうだ。白く塗るんですか？そうだ。嘘みたいな死後ことだった。でも、津島さんの顔は至って真剣で、とても嘘を言っているようには見えない。君はどうしてこの壁が白いのか、考えたことはないのか、それは俺は思ったことを正直に言った。天国だから、白いものだと、その通りだ。天国だから、壁は白い。当然、その固定概念がある。天国のイメージは、どんな創作物も、あたりは白だからだ。でも、実際に天国の壁が例えば黒だったらどうだ？ここまで言って、俺はようやく理解した。天国っぽくはないですね。どちらかというと、地獄だ。でも、ここは天国だ。だから、白く塗る。少しの汚れもないように、白を保つ。そう、それがイメージを重んじる。この世界の常識なのだ。4巻へ続く、後書き、思考時仕事3届きそうで、届かない編をご購入いただき、ありがとうございます。3巻となった今作では、死神業務を中心に描きました。人の死を死後の世界の視点で見ると、どうなるか、そもそも人の死は一体どういう構造なのかを、いろいろ考えを巡らせた結果、病気になるのは死神とすれ違うからであると結論付け、人の寿命が減っていく仕組みも、死神とすれ違うことで、寿命が削られるという設定にしてみました。本当かどうかは知る由もありませんが、信憑性を少しは高くできたのではないでしょうか。また今作では、ペンキ色の話も少し書かせていただきました。構想段階では、編集の方に、ペンキ笑いと笑われてしまい、私としても、ペンキ笑いといった感じなのですが、生きることに大切なことを描きつつ、死後の世界のもっといろんなことをご紹介できたらと思います。ペンキ笑いですが、もしかすると、一番死後の世界のことが知れる、4巻になるかもしれません。気になる方は、ぜひお買い求めいただけたらと思います。椎名春